ストラストですね、うん、ラストは鈴本藤吉ペアということで、どこ行ったの、どこ行ったの、神奈川県です。でかい、神奈川、大田、神奈川県、横浜です。いや、横浜行ったのね。松平とかから見てどう、この藤吉ミッションできるかね。どうなんだろう、 VTR 見ないとわからない。みんなそうだよ、予想聞いてんだよ。みんなそうだけど聞いてんだろ。私も2期でいつもいるからちょっとわかるかなと思って。難しくないですか、結構。でも魚釣れたらね、釣れたらいけそうじゃないですか。ポイントはありますね、うん、頑張ります。鈴本美優と藤吉佳林の目指せ大漁海釣りロケ。大きいのを5匹釣りたい。大きいのを釣り、オッケー、じゃあマグロ。それを目指します。無理よ、無理よ、無理。やばい、あーすごい、待って待って、どこ行くの。フリー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 フリフリするって言ってたよね。来てます、めっちゃ。え、嘘、めっちゃ来てます。え、でもなんか行けそうな。いや、そしたら早く巻かないと。そんな気がします。どういうこと。あ、なんかワカメ釣れました。ワカメ、あ、なんかワカメ釣れました。超真剣。釣れるの本当に。隣の人は釣れたみたいだけど。キャーかけの収録はどう？楽しいです。そっか。でも喋るの苦手なんで。難しいよね、喋るの。難しいです。最初の頃とかどうでした？質問、最初の頃か。何も考えてなかったかも、逆に。あ、分からずやってた、ずっといろいろ。ダメだ。目標5匹とか言ってたけど全然1匹も釣れないね。やばいですねこれ。10匹くらい釣れると思ってたんだけど。鈴本さん、あ、行くぞ。いや、2人でロケ行ってるから。びっくりしたんじゃないよ。なんか外であんなことある。夜眠れなくて。夜眠れなくて、ね、寝ようとしても寝れないんですよ。朝方まで起きてたり。そうなんだ。なんで、何をして起きてるの。アニメ見たりとか。あ、みんなアニメ見てるね。でもスマホとかテレビの光は良くないっていう ね、睡眠の。ブルーライトですか、うん、確かにそうですね。来た？え、釣れた？釣れた？急に来た！すごいすごい！これどうすんの？どうすんの？え、釣れました！え、どうすんの？え、何どうすんの？急に？え、どうすんの？どうすんの？急に釣れた！え、どうすんの？これ？早く開けて開けて！怖い怖い怖い。いや、そこは糸だから。どうすんのそれ。どうすんの。え、どうすんのそれ。あ、ごめん、あ、ほんまに怖い。あ、ごめんなさい。怖い。
た後はもうハイタッチを忘れてたんですか。あ、忘れてました。ちょっと次の釣り始めるときにちょっと思って、あ、忘れた。え、じゃあトマトとモッツァレラチーズを切ってほしいんだけど。はい。え？合ってますよね。もう一回こう、もう一回。え、こうですか？こうですか？普通に。え、こんなんで大丈夫なんですか？え、大丈夫ですか？すげー聞いてくるんだ。え、できました。お、ありがとう。どうですか？いい感じで、美味しそうです。チーズすごい。おお、もう美味しそうです。すげえ。すごすぎない？すごい顔したもん、絶対。オーマイガー。下骨が、おや内臓が、こんにちはって。あ、醤油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 、食べよう。食べましょう。せーの、いただきます。そう、ありがとうございます。はい、食べよう。いただきます。うん、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 めっちゃ美味しいよ。今日釣ったかりんちゃんの唯一の。どうだろうね。いただきます。うん、すごいすごい。え、美味しい。ああ、え、すごい、いくない？なんか新鮮な感じがすごいする。やっぱ取れたてって美味しいんだね。え、めっちゃ美味しい。すごい。2期生が入った時、正直どう思いました？え、なんだろう、こう今までこうみんなでやってきた分もそれあるし、あ、入っちゃうんだって、ちょっと気持ち的にもまあマイナスで、でもこう入ってきてくれて2期の子がこう一人一人のなんだろう色とかもあって、なんだろう、今となってはすごいグループにプラスになったなってすごい思って、入ってきてくれて本当に良かったなって今は思ってる ところ。嬉しいです。いや、どうだった、鈴本行ってみて。楽しかったです。楽しかった。口数が少ないのでかりんちゃんも、私からたくさん喋ろうっていう気持ちでした。あ、でもやっぱあったんだね。藤吉はどうだった、鈴本と行って。楽しかったです。でももうやっぱあれや、ミッションに追われてる感が強かったんじゃない？そうそうね。いや、すごい言われたので
いい加減やらなきゃ終わらないか。そうね、ロケが終わらないもんね。そうね、なんかはやらないと。あそこはスタッフさんもね、強めにこのペアロケいろいろ見てきましたけども、よかったですね。いや、なんか思った以上にほっこりで、それぞれのカラーも出てたし、はい、そうですね、これまたやりましょう。だから1対1じゃなくてもいいかもしれないね。はは、 2-2 とか1期に2人、2期2人とか。なるほど。なんならそれこそさ、あの竹本のところなんていっぱい来てくれたからさ、はい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 、竹本をみんなで取り合うロケもいいしね。あ、本当のネルトンのあのこのなんか、うん、ちょっと竹本さん借りていいですかみたいな、おーおー、ツーショットタイムみたいな。